この俺、おわ地こそが、正真正銘本物のボッチザロックなんです今日はなぜそう言い張るか、まあ理由はね、根拠があるんで、まあね、解説してあげたいと思います。はい。まあね、このチャンネル見てる方もまあ、ご存知かどうかちょっとわかんないんですけど、ボッチザロックっていうね、まあようわからんアニメが流行ってるみたいなんですよ。まあどういうアニメかっていうと、まあ女子高生がバンドを組むみたいな、まあクソみたいなアニメなんですよ。 そう。で、まあ、この主人公の女子高生が、まあ、ね、あの、タイトル通り、そのぼっちで、まあ、陰キャで、まあ、コミュショみたいな、えー、主人公なんですよね。で、その、まあ、ぼっちが故に友達いないから、まあ、家にあるギターをね、練習するわけですよ。そしたらめちゃくちゃ上手くなってて、で、まあ、高校生になるわけですよね。で、高校生になったんだから、まあ、バンド組もうみたいな。バンド組みたいみたいな。志してたんだけど、まあ、コミュショなんで、そう、友達の作り方わかんないみたいな。コミュニケーションの取り方わかんないみたいな主人公なんですよね。で、まあ、結局その、高校内では、バンド組めなかったんですよ。 なんだけど、まあ、その、バイトするんですよね、いろいろあって。で、ライブハウスでバイトするんですけど、その、バイト先で、えー、知り合った、その、ベースと、ドラムの人と、まあ、バンド組むみたいな。そう。で、まあ、そこで、ね、一回ツッコミ入れたくなったんですけど、ぼっちじゃねえじゃん、みたいなね。そう。え、ぼっちザロックって言っておきながら、ぼっちじゃねえじゃん、みたいな。バンド組んでんじゃん、みたいな。そう。で、まあね、あの、本当にここで、まず最初に憤りを感じました。そう。まあ、なぜかっていうと、まあ、この、俺の方がボッチ、ぼっちザロックじゃんと思ったんですよね。だって、アイメの方はさ、 バンド組んでんじゃん。俺、マジでぼっちだから。で、僕、あの、ミュージシャンやってるんですけど、全部僕がやってるんですよね。そう。あの、バンド組んでないんで僕、全部一人でやってるんですよ。本当に。ギターも、ベースも、ボーカルも、まあ、ドラムも、まあ、ドラマーの打ち込みっていうね、まあ、機械でドラムの音を出せるんで、あれなんですけど。で、まあ、ピアノも今練習してて。で、あの、曲作ってるんですけど、あの、全部やってるんですよね。本当に。あの、作詞作曲だけじゃなくて、その編曲そう。とかミックスとか。 マスタリングとか、まあそこら辺のもう、あのー、最初から最後まで全部僕やってるんですよね。俺こそが、ぼっちドロックじゃん。マジで。そう。ぼっちドロックなのなってね。もうここでマジで、ぶち切れそうになりましたね。そう。あの、アニメ見てて。そう。で、まああのー、本当に、今、本当に完全に僕一人でやってるんで、 あの、この動画の冒頭にさ、曲流れたじゃないですか。そう、あの曲僕の曲なんですよ。で、あの曲も僕が最初から最後まで全部作りました。負けたくないって曲ね。まあ8枚目シングルです。はい。まあぜひね、えー、興味のあい方ぜひ聴いてもらいたいんですけど、あの、iTunes とか Plusstore とか、マ、ま、ス、あ、Spotify とかで配信してるんで、ぜひね、下の概要欄。 見てみてください。そんな感じで。で、まあ、8枚目シングルだけじゃなくて、その前のね、7枚目シングル、サーフグリーンっていう曲も、まあ僕全部やりましたし、作詞3曲編曲みたいな。で、まあ、1枚目のね、アルバム、情熱の引きこもりってアルバムがあるんだけど、まあこれもアルバム曲全部僕が編曲したんですよね。まあ、そんな感じで、あ全部やってるんですよね。そう。バンド組んでるくせに、ぼっちとか言うなって、マジで無事言そうになりましたね。うん。で、まあ、あの、遡ると、僕も高校生の時に、まあ、ギター始めたんですよね。で、まあ、 僕は、あの、中高、マジで友達いなくて、そう、本当に、あの、ま、あ高校ね、あの、文化祭、え、出れるっちゅうんで、その、本当に、ま、文化祭出たいなって思って、ま、コミュ障だし、ぼっちだし、友達いなかったんだけど、ま、あバンド組みたいから、文化祭出たいから、頑張って、あの、いろんな人に声かけて、その、楽器できるっていう噂の人に、その、話しかけて、ちょっとバンド組んでください、みたいな感じで、頼んで、そう、本当に、もう、クラスとか関係なく、そう、で、もう、 年齢、その、学年も関係なく、いろんな人に声かけて頑張って、文化祭出てやりましたね。そう。俺こそ、ぼっちドラッグじゃん。うん。まあ、あの、バイト先で知り合ってるけど、まあ、そこはね、まあ、そこはま、その、バンドの演奏ってのはまあ仕方ないじゃないですか。バンドの演奏は一人ではできないんで、まあ、そこはもう仕方なく、そう。まあ、僕も友達と思ってないし、向こうも多分僕のこと、あの、友達と思ってないですけど、バンドの中もね。そう。ま、あその即席の、その、あの、文化祭のライブに出るためだけのバンドなんで、そう、僕の学校、軽音楽部なかったんで、そう、その、 あの、仕方なく、そう、あの、そんな感じで声かけて、まあ、文化祭、高校2年生の時と、高3の時に出ましたね。まあ、そんな感じで、まあ、バンド組んでた時期はあるんだけど、まあ、別に友達じゃないし、で、今現時点だと、僕、マジでボッチザロックなんで、全部僕やってるよ、本当に。編曲まで。そう、そんな感じで、なんか、ボッチなのになって、ぶっちゃけ思いましたね。本当のボッチザロックなのに。で、アニメの方、偽物でしょ作り物じゃん。うん。ああいう作り物に、なんか、ね、偽物になびくようだとね、やっぱセンスないっすね。 はっきり言って。うん。このアニメが流行ってるのはちょっともう、ちょっとね、もうわけわかんないですね。うん。まあ、そんな感じで、うん、ちょっと、憤り感じましたね。勝手に、ぼっちとか言うなと。で、ぼっちザロックとか名乗るだって。俺がぼっちザロックだから。って、まあ、思いましたね。うん。で、まあ、あのー、内容の話なんだけど、まあ、そのアニメとしての評価を今からしますけど、いやー、マジで正直言うと、面白かったね。うん、あのー、 めちゃくちゃ面白かったです。はい。アニメは面白かったです。まあ、ぼっちロックっていうそのタイトルはちょっとブチギレそう。本当に生き取れる感じだ。俺がぼっちロック、ぼっちだックだから、そう勝手になるのとって思ったけど、アニメは面白かったです。はい。あの、アマゾンプライムで見ましたね。うん。で、今12話やって、で、この間終わったかな。12月ぐらいに12話があったらしいんですよね。で、まあ、僕はあの、ちょっと正月、ちょっと時間あったんで、見てみたんですよね。だから結構、ぼっちロックっていうのが流行ってるみたいだから、まあ、この、 本物のボッチタロックを差し置いて流行っとるようだから、まあね、偽物のアニメの方、偽物のボッチタロックこの本物のボッチタロックを見てやろうと思って、この目で確かめてやろうと思って、見てやりましたよ。あ,あそしたら、くそ面白かったんで、ああ、もう、12話もうね、一気見しましたね。うん、そんぐらい、アニメとしては面白かった。なんだけど、アニメとしては面白かった。なんだけど、その、音楽をする人の入門としてはちょっと合ってないんじゃないって思いましたね。 なぜかっていうと、その楽器の解説とか、ギターはこういう楽器だとかさ、ベースはこういう役割だみたいな感じの、なんか、そこら辺の解説があると、なんかその、バンド、今これからバンドする人の入門みたいな感じになると思うんだけど、まあ、言ってもね、まあアニメなんで、その、これからそのバンドをやりたいっていう人がみんな、みんながみんなバンドをやりたいわけじゃないし、みんながみんなその音楽詳しいわけでもないから、まあそこら辺ちょっとアニメバランスだと思うんですけど、まあちょっと、 あの、アニメファン、アニメファンっていうか、その音楽ファン、その実際にミュージシャンやってる僕からしたらちょっと、あ音楽としての魅力みたいな、なんて言うんだろうね。ちょっと解説、あの、説明しづらいけど、そのなんかそこら辺の解説、なんかあったらちょっと音楽ファンも、お、いいじゃんみたいな感じで思ったかもしんないけど、まあ、アニメとして純粋に面白かったっす。はい。なんで、えー、かったですね。うん。全然12はあの、余裕で見れました。はい。で、まあ、あの、軽音ってアニメが前流行ってたじゃないですか。そう。 まぁ、あ、軽音は僕見てないんですけど、10年前ぐらいに、その僕は中学生ぐらいに入ったじゃないですか。そう。えー、ま軽、あ、音もこんな感じなのかなちょっとあの、軽音にも興味が湧いたんだけど、ちょっとぼッチダックはこんな感じなんでね、ちょっと、 ま、言ってもその、バンドというよりは、そのなんか、女子高生のわちゃわちゃ感みたいなアニメなんで、そう。ま、モヤアニメとかとあんま変わんない気がするんですよね。そのなんか、テーマがたまたま音楽だった。テーマがたまたまバンドだったってだけで、ま、これがサッカーだろうと、野球だろうと、みたいな。あんま変わんないと思うんですよね。そう。たまたまバンドだったっていうね。で、ま、このバンドっていうのは結構ね、活かせそうですよね。なんか、楽器売るときとか、そう。ボッチザロックモデルのギターみたいな感じで、ま、売りやすいし、ま、ピックとかもさ、ボッチザロックピックとか、ボッチザロックギター弦とかさ、まあ、 なんか、売り方売り方はすごい自由自在そう。音楽ファンとかにも、え、食いついてもらえるような、えー、テーマっていうか、その、まあ、あ音楽を取り扱ったからね。そう、テーマだから、まあ、あそこはうまい、うまいな、と思いましたね。うん。まあ、だからバンドしてる人からしたらちょっと、もしかして、あんまり、え、イマイチじだねって思うかもしれないけど、まあ、あ僕アニメも好きなんで、全然見れましたね。うん。 ま、そこら辺のそのギターの解説とかあると多分ちょっと、ね教則本みたいになっちゃうんで、そのアニメとしてな、あの、ちょっと、微妙になるかもしんないからね。うん。まあ、そんな感じで。いや良よかったっす。ボッチザロック。面白かった。ただし、ボッチザロックを名乗んなって話なんだよ俺が本物のボッチザロックだからあ、うん、勝手に名乗んなよ。俺は本当に2013年の、ま、高校生の時から、ボッチザロックやってるから。で、現時点で今、ボッチザロックだから。全部俺やってるからね。勝手に名乗んなよ。 バンド組んでるくせによ。そう、嘘じゃねえかよ。2000らい。まじぶち切れそう、マジで。うん。ボッツラックめっちゃ面白いから、本当に。めっちゃ面白いよ、本当に。ぜひ見た方がいいです。ほん a に。アマゾンプライムで全部やってるみたいんで、ね。うん。ぜひ、見てください。という感じで、ちょっとね。あのー、まあ、ぶち切れたんだけど、まあ、アニメが面白かったんで、まあ、OK です。はい。だけど、まあ、ボッツラックは名乗んだという話ですよ。僕がボッツラックなんで。だから今後はもう、僕が本物なんで、僕今後、今後はずっとね、もうボッツラック名乗るんで、 そう、文句言われても、本物だから、そう。あの、文句言われても知らないよ。うん、そんな感じで、ええー、思いましたね。はい。という感じで、今日はね、ボッチザロックについて触れてあげました。はい。という感じで、いや、ぜひ、あの、見てください。まあ、あの、暇な人はね、えー、見てください。はい。ということで終わりです。 「<music> 社会に出る辛らさで酔いざめのギター」「よく聞きやさる褒まれ」